こんにちは、ミニマリストの N です。今日は、私が使っている文房具をご紹介します。では前景としてはこんな感じですね。一つ一つ紹介していきます。家で使っている文房具です。会社は会社でまた似たような感じで揃えてますが、まず家で使っているものをご紹介します。蛍光色はあまり好きじゃないんですけど、私の、蛍光ペンです。何がいいかというと、ワンプッシュで出てくるところですね。蓋を開けたり閉めたりしなくてもいいところです。まあ必要に応じて色を変えます。もうこれ以上増やさないです。あと、これもあのノック式を探してますけど、なぜか水性のペンでまだあのノック式を探せません。本当は赤色の水性ペンのノック式とか探してみたんですけれども、なかったです。実際昨日も探したんですけどなかったです。なのでこれは、細いのと太いの水性ペンですね。これがシャープペンです。今もう出てないんですけど、無印の、ブレない、軸がブレないシャープペンというので非常に書きやすいです。で、シンプルですごく書きやすい上で見た目もシンプルで気に入っています。あまり鉛筆を使う機会はないんですけれども、たまに必要に応じて使いますので置いてあります。あと万年筆、基本、ダイアリーを書くときには万年筆を使います。中学の時に父に買ってもらったセーラーパイロット、いずれかの万年筆です。もう書きやすくてどうしても汚くなってしまうんですけれども、もう拭いても拭いてもこうなってしまいます。カートリッジ式です。ちょっと左手でカメラを持っているのでちょっと両手使えないんですけど、刺して使うやつです。非常に書きやすいです。あんまり書きやすいので時々会社で使ったりもしています。いつも筆箱に入れてます。で、筆箱に入れているもう一つのが、これがボールペンです。ティファニーで名前を彫ってもらい、書きやすいです。すごく書きやすいです。書きやすいというか書きにくいです。重たくて、男持ちのティファニーです。重いんですよ。だけどなぜ書きやすくなったかというと、ですね、中身を最近三菱ユニのジェットストリームに変えました。そうしたらもう全然書きやすくなりました。あのサラサラと書けるようになりまして、今まではティファニー純銀製なんですけれども、高かったから使う、かっこいいから使うという、あの、いやらしい気持ちで使ってたんですけれども、ジェットストリームを刺すようになって、使いやすくなって、実用性も出てきました。まあ、これもずっと使ってます。会社でもこれを使います。まあ、会社で普通のプラスチックボールペンを使わない私は変人なんですけども、これを使います。あと時々万年筆、色はブルーブラックを使います。変人ですね本当に。あとハサミ、家で使うハサミです。これも美しさで買いました。綺麗でしょう。切れ味もいいです。どこのだ、どこのでしょう。アルダだそうです。ドイツ製かな。美しいので使っています。これは、レターオープナーです。アレックスのものです。よくあるやつですね。すごく使いやすいです。パッパッパッと。あと段ボールを
開けたりする、宅配の段ボールとか開けたりするのに無印のカッターを使っています。実際のところオルファカッターの方が握りやすくて使いやすいんですけど、色ですね、オルファカッターの黄色がダメでこれを使っています。定規は長いのもあるんですが短いのは常に使います。なのにまっすぐ線を引きたいときですね、もちろん使います。無印のです。あとホチキスですね、ホチキスも無印です。軽く、カチャッ、使うことができる無印のホチキスです。会社でも同じのを使っていて、ちょっと黄ばんできたので会社のが、家にあったのが綺麗だったのでちょっと取り替えました。会社で黄ばんだのを使いたくないので、どうしてもプラスチックだと黄ばんできてしまうので、これもそのうち変えてもいいかなと思ってるんですけれども、まあ、そのまあ使えるし家なのでこのまま使っています。糊もたまに使うことがあるので糊も使います。無印のです。あと消しゴムですね、鉛筆を使うときに、使うやつです。あんまり好きじゃないです、カスが出るので。でも基本なんだっけ、消えるボールペンはインクの色が好きじゃないので使いたくないんですよね。なので鉛筆派です。あと、まあ、消えるボールペンを使わないから消さなくちゃいけないということで、無印の、修正テープを使います。あまり修正テープで修正したのは美しくないんですけれども、やむを得ない時は使います。あとモレスキン、香港で買ったモレスキンの、表紙が柔らかい方ですね、 A5 サイズぐらいあるでしょうかの、ノートです。パラ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 、これはダイアリーの代わりにしています。日にちがついてるダイアリーもいろいろジプシーしてきたんですけれども、まあ自分で日にちを書いて使う、1日見開きで、1日にするのが好きなのでそうしています。それでいいと思ってます。例えば12月13日の金曜日、もう先に書いてあるんですけど、こんな感じです。ここにあったこととかやるべきことを書いたりして、こっちはもう余白にしてます。でもたまにアイデアとかそういったものが浮かぶとこっちの方に書きます。もう1日2ページ、もったいなくても1日2ページ、スカスカなのが好きです。これは、ペンケースです、2本入ります。昔、ルイ・ヴィトンのルイ・ヴィトンのバニティケースを買った時に、なんだっけ、おまけでくれました、いいやつです。青ってどうよと思ったんですけど、まあ、さっと取り出してて使いやすいので使っています。で、変えようと思いながらずっと使っています。革ですね、普通のエピの革です。あとメクリン、大きいのと小さいの、家でも書類をめくるときとか、たくさんめくるときですね、1枚だけだったら使わないんですけど、1枚何枚か使うときに、私は左手の親指と中指に刺して、でこうやって使いますね。私左利きじゃなくて右利きなんですけれども、左派です。で、娘の学校行事でなんかプリントいっぱいもらうんですけど、その整理の時とかに使います。最後に無印のノート、メモ帳ですね、わらばんし
なんですけど、すごく書きやすくて薄くて安くて、まあ、値段はどうでもいいんですけど、メモパッド書きやすいので、あ、値段は一応言いましょうか。なんだ84円安いですね。使っています。これが一番いいです。真っ白で質のいい紙は使いにくいです。以上です。私の日頃使っている文房具でした。ではでは。